ツグ組はスズメメツ組化に分類される鳥類の一種。分子生物学の解析により、1990年代に分類が大きく変更された。シベリア島南部から中国東北部、朝鮮半島などで繁殖し、陶器はインド東部からインドシナ半島、フィリピンなどに渡りを行い越冬する。日本では流潮、または氷潮として周年生息し、本州、四国、 九州の低山から河山帯で繁殖する。北海道には夏鳥として虎来する。体長は30センチメートルほどで日ヨドリ並みの大きさ。頭部から腰までや翼などの体表は高褐色で黒い臨場のブチが密にある。体の仮面は白っぽい。くちばしは黒く、足は肉色である。死遊同色である。途中のミミズを捕らえたトラつぐみを主に丘陵地や、 低山の紅葉樹林に好んで生息するが、林の多い公園などでも観察されることがある。積雪の多い地方にいるものは、冬は団地へ移動する。植生は雑食。雑木林などの地面で、積もる落ち葉などをかき分けながら歩き、途中のミミズや昆虫類などを捕食することが多い。陶器には、好みも食べる。繁殖形態は卵生。木の枝の上に、 コケルやカレーナで、湾上の巣を作り、4から7月に3から5乱を生む。さえずりは、ヒー、ヒー、ヒョう、ヒョう、地鳴きは、か。主に夜間に鳴くが、雨天や曇っている時には、日中でも鳴いていることがある。森の中で夜中に細い声で鳴くためぬえ、または、ぬえ鳥とも呼ばれ、気味悪がられることがあった。ぬえ鳥のは、ウラけ、カタコイズ 喉よふという悲しげな言葉の枕言葉となっている。虎グミの声で泣くとされた架空の動物はその名を奪ってヌえと呼ばれ、今ではそちらの方が有名となってしまった。ありがとうございます。